ダクスは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。ダクスの古名は、ラテン語でアクアタルベリカエで、タルベリカエとは、異教徒のタルベリ族を指していた。アクアがアッコックスとなり、最終的にダックスとなった。バスク語では、アキザというが、ラテン語名が変化したものと見られている。ダックスを流れるアドゥール川アドゥール川左岸にあるダックスは、古来から、 シャロス地方と関係が深かった。バイオンヌとモンドマルさんとの中間地点にある。エール及びダクス司教座の置かれているノートルダム教会ダクスの司教座は3世紀半ばの創設とフランス国内有数の古さであるが中世のダクスについての情報は乏しい。町の歴史は必ずしも地域の歴史とは一致しない。10世紀終わりから1177年まで。 町を支配したのは、学シャク家であった。1152年、ルイ7世とアリエノールダ・キテーヌは離婚した。同じ年のうちに、アリエノールは、イングランド王ヘンリー2世と再婚した。アキテーヌ女皇であるアリエノールの領土、ガスコーニュとギュイエンヌは、イングランド領となり、1453年に百年戦争が、終結するまで、フランス王国へ復帰しなかった。 サンティアゴでコンポステーラの巡礼路を行く巡礼者は、その途上でダクスに立ち寄った。バイオンヌに近いダクスは、古くからのパンプローナとの商業路を持つ都市でもあり、非常に繁栄し、欧州、バイオンヌと共に、ガス購入有数の都市であった。農作と牧畜が盛んで土地の肥えた、シャロッス地方の中心であり、重要な市場の開かれる町であった。 毎年16日間の市場が2カ所開かれ、毎週月曜日の市場は1368年以来続いている。カトリック教会は都市成長で顕著な役割を担った。中世の300年間で多くの建物が建設された。13世紀のノートルダム・ドダクス教会がその一例である。イングランド軍が去った後、スペイン軍の攻撃に悩まされることになった。 ヨグノー戦争中、町を薬病と貧困が襲った。バン・サンド・ポールは、ダクスのフランシスコ会修道院で学んでいる。1659年、ジュール・マザラン・枢機卿教は、ダクスに滞在した。同じ年、王家の王子や王女たちが、王将へやってきた。ルイ14世は婚約者である、マリー・テレーズ・ド・トリッシュを迎えに、フッツ・西国境へ向かうサイダクスに滞在した。 18世紀以降、特に、フランス第二帝世紀、ダクスのスパに注目が集まった。パリボルド・ダクスイルン間の鉄道が敷かれたのも、この時期である。19世紀、ダクスはそれまで都市を囲んでいた、防衛設備を破壊し市いを拡張した。中世の城も壊された。代わって、遊階級の滞在客用に、アールデコの豪華な建物が建てられた。カジノやオテル・スプレンディドは、 ロジアン・リエクスペールが建てた。多くの著名人、マントノン夫人、アンリ・ベルクソン、ジョルジュ・クレマンソー、モーリス・ユ・トリロ、サラ・ベルナール、サシャ・ギトリ、フランス元大統領、アルマン・ハリエル、ルーマニア・オヒ、マリア、イボン・ヌ・プランタン・ラガダクスを訪れた。ダクス経済は、サービス業を基盤とし、特に雇用を多く生んでいるのは、スパ関連である。ダクスのスパには、 年間約5万5千人が訪れる。ありがとうございます。